昔々遺跡に一人の人間が落ちてきました。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。アズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと人間は息を引き取りました。亡骸を抱え夕日を浴びながら進んでいきました。アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。アズリエルがやったと思われちゃったんじゃない？そうだよな、勘違いした。そうだよな。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのはゾウさんはないことでした。それでもアズリエルは反撃しませんでした。微笑みながらその場を立ち去った。アズリエルの体は塵となりお城の庭に降り注ぎました。人間たちはまたしてもモンスターから全てを奪いました。7つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。心が弾むでしょう。あなたはもうすぐ自由になる。あ、これ戻れる多分。あ、じゃあちょっとアイテム買ってこようかな。最後に謎の鍵、ちょっとなんか気になるな。よし、じゃあ戻りましょう。よし、はい。というわけで、アイテム買って戻ってきました。ジャンクフードを買いだめしてきました。多分この後アズゴア王とのご対面なんだろうな。最後の回路、おー、なんかこの影だけの演出もまたいいな。すげえな。立てる。サンズ？サンズっぽいですね。ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めばお前は王とは今見える。王とお前がこの世界の運命を決する。だがその前にまずは審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた経験値、それらをもとに判定が下される。経験値というのは、まあ、EXP というのは何のことか分かるか。正式にはエクスキューターポイント、他者に与えた痛みの量を数値で表したもの。誰かを殺すと経験値が溜まる。経験値が一定以上溜まるとラブが上がる。ムーンみたいだね。ラブの本当の意味も教えてやろう。レベルオブバイオレンス、すべて暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したもの。殺せば殺すほど感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく他者を傷つけることができるようになる。俺全然殺してないよ。でもあんたは一度もラブを手に入れなかったな。おし、来た。だからってあんたの心が真っ白だっていうつもりはないけど、でもあんたの心はいつもあったかかった。自分はどんなに辛く苦しい思いをしても正しい行いを貫いた。嬉しい。ここまで頑張ってきた甲斐あるよ。あんたは絶対に誰かを傷つけようとはしなかった。バトルから逃げる時でさえいつも笑顔だった。サンズ、あんたはラブを手に入れず、ラブを手に入れたんだ。わかるかい？わかんないかな。さてと、あんたはいよいよこの旅で最大の試練を迎える。ここであんたが取る行動が世界の運命を決める。あんたが戦うことを拒めば、アズゴアに魂を取られて人間たちを滅びる。アズゴアを殺して地上に帰れば、オイルたちモンスターは地底の世界に閉じ込められたままだ。さあどうする？いや、正解なんかねえよな、そんなの。オイラだったらとっくに諦めてる。でもあんたは諦めなかったからここまで来れた。そうだろう。つまりあんたは決意ってもう思ってるんだ。そいつを捨てない限り、自分の心に正直に行動し続ける限り、あんたには正しい判断ができるって信じてるぜ。そんなわけで、みんなあんたを応援してる。頑張ってこいよ。サンズ。ここまで言われたら、負けらんねえな。よかった、でも、本当に。ここまで攻撃とかしないで来たもんね。何ルートっていうのか、わかんないけど。P ルートかな。いや、やめとこう。ちょっと無粋だわ。なんかその、ちゃんと用意された道を進もう。ここ。うわー、すごいいいところ。アズゴア王だ。トリエルって何者だったんだろう。なんか、トリエルって王妃様っぽくない？おや、お客さんかな。ちょっと待っておくれ。
今水やりを終わらせてしまうからね。うわー、なんか優しそうな王様だな。よし、これでよしと。うわ、トリエルのなんか、あれっぽい。旦那さんっぽい。あ、君は。来たよ、ここまで。お茶でもいかがかなと言いたいところだけども、残念ながら、そういうわけにもいかないね。トリエルって本当に王妃様でさ、これ以上人間の子供の被害者出したくないから最初のところで引き止めてたのかな。もしかして。ご覧、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。なんかこんな優しそうな王様が変わっちゃったのはやっぱり子供が殺されたからなのかな。私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたらこの席の部屋に来なさい。なんとかなんないのかな。王様もきっとしたくてしてるんじゃないんだろうな、この感じ。まあそうだよな。だって人間の子供をそんな自分の子供みたいに可愛がるような子供だもんね。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。歯医者さん怖いよ、子供は。準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。うわ、すげえ辛いんだけど、この、どっちも望んでないけど戦わなきゃいけない感じ。これがバリアだよ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印。もしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。やり残したこと、でも、ここまで、モンスター倒さずに来たよ、俺は。では、始めようか。わあ、7つ目だ。不思議な光が当たりに満ちる。バリア越しに薄明かりが見える。旅はついに終わりを迎える。わあ、音楽すでに決意がみなぎった。人間よ、君と出会えてよかった。さらばだ。戦いすらならないの？うわあ、そうだよね。逃げるを壊されたのか。そういうことか。分析。いや、話すだな。戦いたくないと伝えた。アズゴアの両手が一瞬震えた。わあ。戦いたくないと伝えた。息遣いが一瞬乱れた。うわー、かわせない。いや、かわせねえ。これ強いなー。あっ、ぶない。ちょっと待って、これやーべ。頼む、もうやめてと伝えた。アズゴアの脳裏に思い出が蘇る。アズゴアの攻撃力と防御力が下がった。いいぞ。ああ、泣いてるように見える。あ、今偶然かわせたな。オレンジの時動いてたからか。これ以上話をしても無駄のようだ。そんなこと言われても、これ無理。マジでかわせない。え、これもうアンチを読むしかないな。どうすんの、マジで。戦うしかないの？戦うしかないのか。戦いたくねえ、しょうがないのか。え、戦い方わかんない。戦わないできたから。戦わないできたから戦い方わかんない、ガチで。ついに攻撃しちゃったよ、俺。やばい。やべ、くら。うわー、くら。やばい、1だった。かわせるか？やばい。 これ ああ、ダメか。下手くそ。いやー、本当に倒すの？いいのか？倒して。
間違えた、終わる終わる、負ける、ガチで、あーマジか、分かんなかったな、攻撃するしかなさそうだな。あなたに一度殺されたと伝えた。悲しそうにうなずいた。いやーミスった、下手くそー。動かない動かない、動く動く、 OK、 はいはい、あっすごいの出た。あー、どうやらここまでのようだ。嘘だろ、息子が死んだ翌日のことは今でもよく覚えている。地底の世界は絶望に包まれた。我々の未来はまたしても人間たちに奪われたのだ。怒りに任せ私は宣言した。この世界に落ちてきた人間は一人残らず始末する。その魂を取り込めば私は神に等しい存在となり、この牢獄からモンスターたちを解放できる。人間たちを滅ぼし、モンスターたちの手で地上に平和な世界を築く。私はそう誓った。国民たちは希望を取り戻した。だが私の妻は私のしたことに呆れ果て城を出て行った。そうだよな、絶対そうだよな、絶対そうだ。力など欲しくない、誰も傷つけたくはない、そうだよな。国民に希望をもたらしたかっただけだ。だがこれ以上はもう耐えられない。私は妻に会いたいだけ、子供に会いたいだけなのだ。若者よ、こんな戦いはもう終わらせなければならない。君はバリアを抜けることができる。私の魂を取り込み、この牢獄を出なさい。戦いたくねえ、俺も。私からあれほど昼と石打ちを受けておきながら、君はここに残り苦しみ続けることを選ぶというのか。地上に戻れば幸せに暮らせるというのに。人間よ、約束しよう。君がこの世界にとどまる限り、妻と私が君の面倒を見よう。三人でいろんな話をしようじゃないか。バタースコッチパイを食べるから。バタースコッチパイって王様が好きだからあんなに練習してたのかな。え、これってあれ？あの花じゃない？嘘だろう。え、かわせ！うわ！うわ。バカだね。うわ。君は学習能力ゼロだ。この世界は殺すか殺されるかだ。懐かしい、そのセリフ。嘘でしょ？え？昔々地球には人間とモンスターというところがあるとき、人間もモンスターもみんな消えてしまいました。え、え、終わりって書いてある。うわー、怖っ。削除されました。でっかいでっかいでっかいよ。ちょっとハロー、フラウィだよ。 お花のフラウィさ、君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。うわ、あいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ったしな。こいつ絶対俺のこと殺そうとしてくるでしょう。魂が手に入って最高の気分だ。ふふ、もぞもぞ動いてくすぐったい。あれ、仲間外れで寂しい。でもそれならちょうどよかった。そうだよな、最後の一つ手に入れようとしてくるよな。そうだよな、思い知らせてやるのさ。怖い怖い、この世界の本当の姿をね。なんでモンスターのことも恨んでんの？前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄。あれはもう消しちゃったからね。でも安心して、僕がちゃんと代わりのファイルを用意してあげるから。なんだこのメタイ。僕が君の体をズタズタにするところ、何度も何度も繰り返し見られるように。怖い怖い怖い、僕を止められると思っているの。ふふふ、君は本当にバカだね。何言うか言う前から分かるわ、こいつが言うこと。うわわわわ、なんだなんだなんだ、世界観が、世界観違う。カービィのラスボスみたいな感じだな。なんかカービィのラスボスってグロいんだよね。なんかやばいやばい。うーわ、絵柄違うじゃん、もう。ドットじゃないじゃん、もう。なになになに？え？え？え？誰か助けに来てくれー！
誰か助けに来てくれ。無理無理無理。助けて。いや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 。助けて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 。ああ。嘘だろ、これはただの悪い夢。いや、この永遠に覚めることはない。もう一回やらされるってこと。やばいやばいやばい。ブラクラブラクラ。あああああ。何何何、マジでわかんない。ついていけてない展開に。君を一回殺してくれです。うわうわうわ、どうなんだろうこれ。どうなっていくんだ。どうしたらいいんだろうこれ。なんかあるよね。ここに一瞬戦う出たよね。ここの戦うちょっと取ってみるか。頑張って。1だ。いや食らってますねこれ。わかんないマジで。どうすんだ。ダメダメダメ。お、1ダメージ。もうこれ繰り返して1ずつダメージ与えて、こいつのことを1000回ぐらいそれやって倒すか。本当に本当にやめろ。おおお、なんだなんだ。おなんか、あ、行動取りたい。助けを呼んだ。助けて。おおおおおおお、やったやったやった。なんだなんだなんだ。こう、顔やべえ、顔やばい、あいつの。やばいやばいやばい。普通に無理。3ダメージ。おおおおおお、またか。うわ、食らう食らう。やばい、食らいたくない。落ち着け。助けを呼んだ。うー、食らう。あぶね。回復になった。取りたい。全部、あ、取れなかった回復全然。やばくない？いや、終わる終わる終わる。助けて。あ、また来た。でももうダメだ、俺死ぬ。もう死ぬ。さすがに。この HP はやばい。は？あ、そういう感じ？あー、やばい。本当に死ぬ！本当に死ぬ。ダメだった、行動取れなかった。うわー、いやでも分かった分かった分かった。なんかちょっと突破口開けたね。耐えなきゃいけないんだ、なんとか頑張って。あの攻撃、あ、どう分かってるの。どうなるんだろう。ちょっと頑張ろうな。かわすわ、頑張って。いやー、マジできつい。うわうわうわ、その攻撃ほんとにちょっとさ、助けてほしい。ほんとに無理だ、これ。オッケー。オッケー。助けを呼んだ。助けて。よし、くらくらくら。これ、オッケー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 。回復取れ回復取れ。よーし、いいぞ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 。よし。あともうかわそう。14、14、ちょっとだけダメージ上がってる。やーばね、死ぬ。あー。7個でしょ、これ4つ目なんだよね、この魂、多分。多分、なんか中の魂が抵抗してくれてるみたいな。人殺し、憎悪、なんかやばい言葉が。中二病みたいな。中二病の人がノートに書いてる言葉みたいな。あれ取らなきゃ。うん。恐怖堕落。待って、取りたい、もっと取りたい。あー、でもあんま取れなかった。これやばいかも、終わるかも。ちょっと待って、もう無理なんですけど。 OK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 。
あと1回2回は多分攻撃食らえるな、これ。うわむずい。うわ食らっちゃう。いや、むらい。むずい。行動取りたい。オッケー。おパン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 ケーキ、パンケーキ。よし。やばい、これやばい。うわは いや、待って、死ぬ。これは死ぬ。あ、かわせた。これ死ぬでしょ。これ終わったんじゃないか、さすがに。なになになに。あ、そういう感じ。いや、これかわせしやすいな。あ、食らっちゃった。やばい、全然回復できなかった。回ろう、俺も一緒に。おお、すごいすごいすごい。やったやったやった。わーい。なんだろう、これ。ゼロになった。すげえ。あ、でもかわしやすくなってる。しかも回復。すごいかわしやすくなってる。これならかわせる。ダメージもでかくなってる。いや、すげえ。BGM もすごい。ちょっと待って、やばいな、これ。かわせない、これかわせない。か、ちょっと待って、やばいって。 うわあああああ、かわせない、かわせない。助けて。いや、無理。助けて。いやー、それかわせないよ。ちょっと集中しろ。ああ。いや、本当に無理。いや、かわせない、かわせない。全然かわせない。いやいやいや、やばい。って。何が何だか分かんない。いやー、買わせてない、全然。おお、倒した。もう何が何だか相手の HP 見る余裕なかった。倒してたのか。嘘だ、こんなことはありえない。君はファイルサウンド。あ、ズルした。本当にバカだね。ズルじゃん、そんなの。うわ、あら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 、やばい、魂壊れる。うわー。頼む、トリエル、また助けに来てくれ。僕はこの世界の神。それに引き換え、君を滅びる運命。神という割には、でも王様に勝てないからって言ってたよね。役立たずの仲間たちには君を助けることはできない。どうぞどうぞ、呼んでみて。闇に吸い込まれるだけだ。パパ、ママ、誰か助けて。いくら叫んでも無駄なことさ。助けを呼んだ。フラウイムカつく顔してる、なんか。しかし誰も来なかった。そうだよね、誰も君が死ぬとこを見てくれないなんて。この間抜けろ。いやー、終わったか。なんかちょっと最初のそれなら、どうして。力が使えない。お？魂が。何をする気？おおおおおお。みんな抵抗してんだ。頑張れ、俺も回るぞ、ここで。ここで回る。足折れてる。いや、これ見逃すでいいと思うんだけど、わかんない。何の真似？僕が反省したとでも思ってるの？ありえないよ。僕を逃がした手何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。いや、もうここまでこれできたんだから、僕を生かしておいたらまた戻ってくるよ。
や見逃す、どこ見逃すしかない。マジか、バカだねってなんのかな。でももうずっとこれで来たからな。君の大切な仲間を殺しちゃうよ。その時はまた抵抗しよう。どうして僕に優しくするの。お、ちょっと心開いてきた。何なんだよ、意味がわからないよ。フラウィは逃げ去った。よかったのかな、これで。どうなんだろう、わかんない正解が。このゲームここまでも正解わかんないできたけど、アンダーテールどういうこと。え、クリア、え、クリア。すごいこう簡潔なあれだね、あのエンドロールだね。エンドロールっていうのかな。でもちょっと味気ないな。これで終わり？お、よう、聞こえてるかい。あんたに伝えときたいことがあって電話した。あんたのおかげで雪だるますごく喜んでる。よかった。最後まで連れてったからな。なんかいうことあったかな。あれからこっちはいろいろあった。女王様がお城に戻ってきて、おトリエル、地底の世界に新しいルールを作ったよ。ここに落ちてきた人間はみんな敵じゃなく仲間として扱う。いいね。オイラもそれが一番だと思うぜ。王様が集めた人間たちの魂も全部消えたみたいだし、だからその例の計画も当分延期だ。みんな王様がいなくなって落ち込んでる。地上に出る夢も当分叶いそうにない。そんでも女王様は希望を捨てるなってみんなを励ましてる。だからさ、そのオイラたちもここで頑張ってるから、あんたも今いる場所で諦めずに頑張るよな。どんだけかかるかわかんないけど、オイラたちもいつか必ず地上に出てみせるぜ。ビツニさんと話したい。パピルスは本当にバカだな。この番号知ってるぞ。人間元気か。俺様はめっちゃ元気。ちょっとだけ残念なお知らせがあって、女王様がロイヤルガードを解散しちゃったんだ。もう人間と戦わなくてもよくなったから。でも大丈夫、今も一生懸命訓練してるから。パピルス本当にいいやつ。そんなことしてももう何の意味もないけど、だから気にするな。パピルス様は全然平気だ。だけどアンダインは気の毒だ。失業してホームレスになってとってもかわいそうだ。今は俺たちが面倒見てるよ。お前らいいやつだな本当に。俺様の家のソファに寝泊まりしてもらってる。毎晩お泊まりパーティーみたい。朝から晩までずっと一緒、逃げ場なし。仕事も見つけてあげた。兄ちゃんの無許可ホットドッグスタンドで働いてもらってて、アンダインはこの仕事をすごい嫌ってる。でもアンダインが作るホットドッグは絶品なんだ。アンダインいろいろできそうだもんな。アンダインは貴様のことを責めてる。アズゴアがいなくなったのは貴様のせいだって。それにしょっちゅう貴様に復讐するって言ってる。信じられないけど、バレエを抜けて貴様をぶっ飛ばしに行くとまで言い始めてる。正直そんなの無理だと思う。でも無理じゃないといいなと思う。だって俺様も一緒に行きたいし、一緒に行けばまた貴様に会えるから。本当にいいやつだな。そしたら貴様と戦うことになっちゃうけどね。とにかく幸運を祈っててくれ。ちょくちょく連絡をくれよ。その方が俺たち様たちの計画を実行しやすいからな。じゃあね。終わりか、これで。あ、古い出てきた。どうして僕を逃がしたの。まだわからない。いくら良い行いをしても自分が傷つくだけなんだよ。ごらん、君にはたくさんの友達ができたけど、もう二度と彼らには会えない。しかも君のせいで彼らの希望も打ち砕かれた。つらいね。君がいちいちおせっかいを焼かなければこんな辛い目に遭わずに済んだのに。僕にはわからない。君が本当に正しい行いを貫いたなら、どうしてこんな結末になってしまったのかな。一体どうして。人生ってそんなに理不尽なものなの。ねえ、教えてあげようか。もっといいエンディングにする方法。セーブファイルをロードしないといけないけど、まずはアンダインに会いに行ってみたら、君たちはもっと仲良くなれたはず。ひょっとしたらそれが幸せの鍵なのかも。それじゃあね。というわけで、一旦ここまでだよね。アンダーテイル。一旦ここまで。とりあえずご覧いただきありがとうございました。でもちょっとまだ続きがあるみたいなので、そっちもやってみようと思います。
それではお疲れ様でした。